アレレレギのアレレラジオ、今週も始まるよ。どうも皆さんこんばんは。バーチャル VTuber のアレレレギです。さあ3月もだいぶ終わりに近づいてまいりましたね。だんだん暖かくなってきて、外に出やすくはなってきてますが、外に出やすくなるぐらい暖かくなるとですね、花粉がやばいです。でも私、ちょっと最近、やっぱちょっとコロナで自粛もまあ相まって、外に出なさすぎて、ちょっと太ってきたから、どうしなきゃな、みたいな。そこで、そんなあなたに、便利なのがこちら。誰だっけ、あの人が宣伝してるリングフィットアドベンチャーということで、ね、最近ねまたやってます。発売してちょっとしてからゲオで当選して買ったんですよ。買って2日やってやめました。やめてしまいました。ここにそれは反省したいと思います。あんなに人気商品をね当ててウキウキしたんですけど、あまりの過酷さにだからそもそも運動普段あんましないからさ、お散歩ぐらいしかしないから、もうダメだった。もう2日目にして、もう無理ってか2日、なんていうの、やりすぎた、正直やりすぎた。わー楽しいと思って、最初はうわ何これ楽しいって言ってやりすぎてさ、2日で飽きちゃった。まあそんな私ですけど、せっかく買ったのもったいないんでね、最近またやってます。でも前みたいにこう詰めてやるとまたやめちゃうから、今はですね、のんびり週1回ぐらいやると筋肉痛になって前後2日ぐらいは死んでます。う、体が痛い、でも配信しなきゃ、う、仕事行かなきゃっていう風になりながらリングフィット頑張ってます。まあこの動画がもしいいねボタンが100ぐらいいったら半死でもやってもいいかな。まあいく100ね、100だからね。まあ1人1回しか押せないからね。まあそんな感じで最近久々に運動を始めたアレレレニーなんですけども。でもね、やっぱりね、食べるのはやめられないよね。ということで先日ですね、とあるお店に行ってまいりました。お店までのアクセスを見てください。まずこちら。で、次がこれ。で、その次がこれ。さあ、ハンバーガー屋に来ました。ということで、ですね、シマウマバーガーと言いますバーガー屋さんに行ってきました。先日。まずね、味の感想の前にいいですか？他音痴で、マジで、たどり着かないかと思いました。お友達と行ってなかったら、多分、たどり着かなかったです。お疲れ様でした。ダメなんだよな、こう、ちょっと入り組んだとこ苦手なんだわ。でもまあ、普通の人はいけると思います。私がいけないだけです。反省してます。お初天神、店に行ったんですよ。お初天神っていう、梅田の、大阪梅田っていう場所があるんですけど、大阪梅田の、説明できんわ。方向地舐めんなよ。お初天神っていうね、天神様があって。そこからめっちゃ近かったので、そこまで行ける人は多分行きます。で、肝心のですね、食べたものなんですけども、今回ですね、なんでここにまず行ったか、言うの忘れた。ここにはね、私がね、所属してるね、FTS っていうクランのね、クランマスターの方が働かれてるんですよ。その人にバレずに、買い物に行くっていうミッションをね、レンジさんは、成し遂げたのですよ。まあ、ということで、まあ、無事成功しました。あと、私の中で、なんか今ちょっと、オニオンポテトリングがめちゃくちゃ流行ってて、オニオンポテトリング食べたくて行きました。で、買ったのは、淡路島バーガーの、鬼ポテセットっていうやつを買いました。持ち帰りにしたのでごめんなさい。写真がちょっと汚いの許してね。本当はお店で食べるとめっちゃ綺麗だからね。公式サイトとかでこんな感じで綺麗に載ってるから。そう、レニさんの持ち帰る能力がちょっと低すぎた。
すいませんでした。あ、でも、すっごいボリュームあって、めっちゃハンバーガー美味しかったし、あの、オニオンリング、クソうまかったです！ごちそうさまでした！ジュースのなんかボトルも可愛くて、美味しゅうございました。うん、うん。というわけで、アルシンさんごちそうさまでした。はい、というわけで、今月のマシュマロ返しに行きたいと思います。まずこちら。VTuber はコロナにかかりますか？なんかすごい見たいことを言うと、中の人はかかります。中の人はかかると思います。VTuber はコロナにならないと思います。まあ、僕、時々最近外出してるので、まあ、リスクは若干あるかと。まあでも外でご飯食べたりしてないしね、大丈夫かなとは思うんだけどね。でもわかんないよね。もうマジ身近になりつつあるから、みんなも気をつけようね。ちゃんと手洗いうがいして、ちょっとやばそうなとこにはなるべくいかないようにね、頑張りましょう。続いてはこちら。そろそろ、唐辛子を認めていただけませんか？唐辛子って何の話ですかね。なんか認めるも何もなんかちょっとすごいトンチンカンなマシュマロすぎて、ちょっと理解できなかったので、ちょっと犬丸もね、クーンって言ってたと思うんですけど、何言ってんだろうな、このマシュマロ送ってきた人って言ってます。そうそう、怒られた方がいいかもしれん。で、その次はこちら。エーペックス廃人だと思ってます。ご飯ちゃんと食べてますか？え？頭の唐辛子が光合成してるから大丈夫だって？なるほど。質問しようと思ったら自己解決しました。ありがとうございます。対戦だろ、これ。ありがとうございました。ミスターグリーンアップルより。あのさ、マシュマロ、まずちょっといい。あの、マシュマロって匿名で送れるのか、まあ、メリットじゃん。めっちゃ名前出てる。ミスターグリーンアップルさんのお便りありがとうございました。あの、エーペックス廃人ではないのと、あと頭の上は唐辛子じゃなくて、あの、ハテナのアホ毛だということをね、何回も主張しているので、ちょっとね、あの、まだちょっとうちの視聴者になって、あれかな？日が浅いのかな？あと、唐辛子はもう光合成が終わった存在だから、ちょっと理科の勉強もついでにし直した方がいいかなと思いました。お疲れに！というわけで、今週のお便りはこの辺にしたいと思います。皆さん、マシュマロありがとうございました。アレレレニのアレレラジオでは、各週でマシュマロのお返事をさせていただいております。もしマシュマロね、とか、マシュマロっていうか、レミさんになんか聞きたいことがありましたらですね、ぜひ、下の概要欄にあります、マシュマロか、まあ、動画にコメントしていただくなり、何かしらアレレレニに伝わる形で送っていただけたらと思います。皆様ご投稿、毎回毎度にありがとうございます。ということでね、マシュマロのコーナーが終わったので、このラジオもそろそろ終わりに近づいてくると思ってるそこのあなた、まあそうなんですけど、あの、来週ですね、まあ、ちょっと配信とかでチラッと言っちゃってるんだけど、あの、来月からちょっとやりたいことがずっとあるんだって言ってたと思うんですけど、重大発表しまーす！ということで、来週のラジオも楽しみに待っててくれよな。ではではでは皆様、お疲れに、またね、バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もしよかったら、チャンネル登録。コメント、高評価していってね。Twitch でも配信をやってるので、生のアレレレーニに会いに来てね。またねー。バイバーイ。